まあ、出せたな。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、ARIKEN。アリケンだ。N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へ、レッツラゴー。さあ、クラッシュパッドでゴリ押しして入り込んで一発69からのアサルトライフルゴリ押しして。さあ、クラッシュパッドで荒らされるが、空中で花火。これうますぎ。ここはワンボックス入り込んで1キルしていく。 CS マッチ川の上、ね、そうね。さあ、どっかで敵倒してリフレッシュしたい。さあ、さあ、いいキル、これいいね。いい街だね。うわ、資材めっちゃ増えた、さあ114まで増えました。この資材量終盤まで足りるでしょう。サブマシンガンもゲットしてアサルトライフラーも捨てる。さあ、クラッシュパッドもあと1個あるので、さあ、まだアンチード1回だけ。さあ、クラッシュパッドに頼ることができる。さあ、最前列取って差し材はたくさんあるぞと。どんどん進んでいきます。さあ、1ドロードが入ります。さあ、目の前 NSR の宮さんが、さあ、来ているところ屋根を入れ込みたいが、ここは上に逃げられてしまう。さあ、マウピンのターン残り9人、1位になるんじゃないのか。現在94、もうこれ申し分ないよ。そうね。さあ、最後のクラッシュパッド使って場を荒らしていく。目の前のゴッドラビットを倒す。1キルゲットバレてなかったですね、今のは。めっちゃ資材多い。さあ、資材が116、圧倒的資材量。さあ、前に出て、そうね、しっかりと最前列取っていきます。さあ、チャギスあるのでまだ回復勝負ができる。後ろでやり合ってる敵にアサルトライフ撃つだけ、一発当てて残り一発、ここでキルを決めていく。さあ、資材がまた増える、残り106。さあ、ローグラウンドで進んでいくマウフィン、キルを重ねてただいま20ポイント。さあ、そうね、 NSR 見上がってき倒して、残り 1v1v1、 残り3人、目の前でチャージショットガン貯められている音。さあ、後ろから来る敵、これはゆっくり、さあ、倒していきたいが、さあ、ダメージ食らいすぎた。さあ、ゴリ押し来るが、ここはカウンター、一発決めて残り 1v1。 さあ、マウフィン、ゲームイズアルベドとの 1v1。 さあ、チャグスプ全部使って、さあ、一気にハイグラ取っていく。アルベドさんは資材はない。さあ、しかしフラッシュパッドでハイグラ一瞬引っ掛けたが、さあ、マウフィン資材まだまだある。さあ、ここは壊されないでしょう。さあ、そのまま、下は川なので落ちれますよ。さあ、回復 HP 有利取ったまま、マウフィンここは耐えてビクトリーロイヤル。すごいね、すごい、こりゃ強い。はい、さあ、マジはい、グー、オーマイガーピーポーミミミミミミ。なんだ今のエム、バグってんだろ。いいな、お、危ない、目の前の敵。さあ、これ壁、おお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 左から見たらちょっと辛いからな、今のは。オーマイガーピーポーンの猛攻図に対して、ああ、ワンボックス入り込んでいくが、なんかカウンターでアサルト一発食らったの。なんか多分アサルト、ええ、知らんけど33ダメージで、ワンボックス入り込んで危ない。さあ、タクショットで倒していく。猛攻図とルーパーが戦っている。まだ終わんないかな、あー、なこれはなんかすごい。さあ、エディット戻したところ、タクショで殺しきりたい。 HP 的にはさあ、ゴースティングアイムソーリーの方が、さあ、有利。さあ、入り込むがうまい。さあ、階段の置き方がうまいが、後ろの、ああ、おいしい、おいしい、フリークレンコン、これを待ってた、望んでた。そう、さあ、誰かがやり合ってる。さあ、グロ画像見れそうな気がするぞ。さあ、CEL4X、 さあ、これは、さあ、見たことがあるぞ、空中対決。やば、上に飛んだら殺しちゃうよ。ワイルドホークがタクションで一人沈めていく。すごいすごい、なんかもう本当に全然わかんないわ。さあ、上来たぞ。さあ、誰だ、なんちゃら、あれだね、なんちゃらかんちゃら、ボックス、なんちゃらさんが上に落ちてきた。さあ、これは、え、さあ、
フラッシュパッドがあって、え、これやばくない？くそ、戻らない、 HP 足りないが、どうすんのこれ。くそ、1キルして、え、ジャイモンを1キルして。くそ、どうかちょっとわからないんですが、健在増えました。くそ、今の1キル美味しい。さあ、ミニフォーマル上からワイルドホークが打ち下ろしてくる。残り7人。さあ、これここからスーパープレイ。さあ、もう出ているんですかね、スーパープレイは。うわー、うめえ。さあ、ピーターパンを入り込んで1キル。さあ、チャグチャグあるが、これは15秒飲めたら美味しい。下からこんにちは。さあ、誰か来る、アクション。俺、うーわー、さあ、ルイ、サナ、いや、ティックがワイルドホークにやられてる。さあ、残りワイルドホークとさあ、そして誰だ。さあ、モンキーキングホークとのさあ、対決でワイルドホーク7キルしている。さあ、HP 的にはしんどい。ここはさすがにやられてしまう。ワイルドホークもボブもちょっとさ、月マッチまで時間あるから巻き戻してみない。ワイルドホークね、それ見たい。じゃあワイルドホークのし、あれをね、見てみましょう。強すぎる。さあ、黒の騎士にエイト返して、おっ、うわ、VR やばっ。アサルトライフルの、おぉ、さあ、残り HP10 からトムッチョを倒す。クラッシュパッドがここで回復。さあ、移動できるぞ。さあ、目の前、さあ、デルタ、ルイ、タナがやってきている。さあ、ここ開けてボックス広げていきます。残り資材7。さあ、移動する、移動する。ここからもさあ、上でやり合って落として倒す。うますぎ。さあ、目の前でいくか。ボブ君倒し、残り 1V1。 怒涛のスキルだね。強いね、怒涛だったね。結構起死回生になるが、うわ、うめえ。さあ、下から出てきたところをショットガンで撃つが、やばい。 HP 残り8、ギリギリ耐える。たら死んでしまう。 HPローグラウンドにいるマイポリオンワンパン、 HP 回復。横から出てきた敵を倒したいが、上からのタクティカルショットガンでやられて、 FA タカちゃん画面目の前の GW アルベド待っている。しっかりとチャージショットガン貯めておいて、残り 1V1。 上からグレネードランチャー、すごい。ショックウェーブ打たれまくる。うわ、きつい。潜在がないときついですね。そうね、自分の先をどんどん作っていかなきゃいけないんで。そうね。さあ、残り資材14。上から降りてきた敵、さあ、これはちょっと見えない階段とか見えるんですが、さあ、一発当てたがカスダメージ。残り資材3枚。さあ、どうなる。うまい、うまいが、 HP 的にもしんどい。ここは上からチャージとか めんどくさいね。逃げれないし、倒しきるしかないね、これはサブマシンガンで。さあ、しかし敵はチャージショットガンプラス HP 有利もさあ、あるので、さあ、ちょっとずつダメージクラスしないといけない。さあ、敵さんゴリゴリに攻めてきたが、さあ、ここはうまくいなしている。さあ、目の前張り替えられた。さあ、うまいですよ。さあ、ここはサブマシン、サブマシンガンワンマガジン、ザジとサンマさんかな。さあ、戦っている。お互いワンボックス状態。一発当ててダメージ取って、さあ、ここは回復させる前に倒していきたい。金チャージショットガンなので遠距離でもダメージ出る。ここはワンボックス入り込んで一発。さあ、いいですね、移動して。さあ、横から危ない、ハブピさんが入り込もうとしてきたところを、何やっとんじゃいと打ち返して当てていく。さあ、クラッシュパッドも6枚あるね。ここは入り込んで1キル決めていく。うまい。さあ、これを待ってたボブリドル、ボブリドルじゃない、リドルボブ、さあ、どっから詰め込んでいく。クラッシュパッドがないので、さあ、無理やりこじ開けて進むしかない。目の前に敵一発当て倒していきたいが、クラッシュパッドでポンポンポン。あーなんだこれ、クラッシュパッドわけわかんねえな。マウフィンとさあ、レイズがさあ、最終試合やり合っている。多分マウフィンはぶち落とそうとしてるんよ、こいつを倒して。で、漁りたいんだよね、グランドファイナルで。そうですね、この人も上がっちゃうとグランドファイナルでお互いまた戦う羽目になるから、もうここで倒して落としたいという。さあ、マウフィンの気持ち、さあ、分かります。私マウフィンもうカクカクぐらいまでいるから、ちょっと無理してでも倒して80ダメージ、うますぎる。さあ、そこから32、ここは落とす。 LDT メイズ、さあ、落ちていってやられてしまいました。さあ、目の前で回復されているが、さあ、どこか吹っ飛んでいった。さあ、ここはのぼ、おー、わお、わお、おーマイガー。
やば。マジでやばい。一番多分フォートナイト楽しんでると思うわ。アリケンさん。はい。終盤見てほしいです。やばい。オッケー。面白いですよ多分。オッケー。今ボブ君がね、アンチガイの敵に絡みに行って失敗してるところだから。あるからみんなやっぱ最後までしっかり立ち回ってる。さあここは無理やり入り込んで、ユキエイム、やば、お前のエイムは何なんだ。さあマフィン、そうですね、どう移動するのか。さあクラッシュパッド1個使って無理やり入り込んで、敵を当てた今は。さあもう今の刹那の一瞬、ショットガンを当てていたとは思えないが、しっかりとダメージは入っている。さあマウフィン移動していきます。クラッシュパッドを1個使って、あとは徒歩。スタナ、さあなんだ、もうよくわからないが一瞬過ぎて敵が死んでいた。さあもうこれ明日の出場権を獲得してるんで、マウフィンはイケイケ状態。さあどんどんキルを重ねていく、うますぎる。さあワイルドホークをインストールしたマウフィン、誰が勝てるんでしょうか。人数24人。さあネフラスさんが1キルしている。さあ敗北者ウキちゃんはアサルトライフル、フォーカスは倒していく。うまい。さあ後ろから逃げ遅れてる敵を倒していきたい。さあここで資材をまた回復、残り資材は68枚、最終アンチまで届くでしょう。さあ目の前に敵がいる、ここは入り込んで一発当てて、サブマシンガンワイルドホークをインストール。やば、マイルドホークですね、マイルドホーク、マウルドホークだね。マウルドホークがゴリ押ししていく。ワンボックス入り込んで目の前の敵も倒しきれない、惜しい。さあ上のショックウェブ系で、さあ目の前、こんにちは、下、うわこれ。さあもうみんなショックウェブ系で、ああもうな、何が、ああもう全員死んで、アンチ内に残ったシーレックスは最後は落下ダメージで生きてるだけで勝っちゃいました。 CL4EX ビクトリーロイヤルおめでとうございます。ギリギリだったんじゃないこの人ね。この人行ったか行ってないかぐらいだね。さあ踊ってますね、これはラッキーボーイ。だいたい1日で仕上がってくるんで。さあこれはポイントも入ってる、6社終わってるね。さあ最終順位見ていきましょう。ナイトル44ポイント越されず、そのまま1位、おめでとうございます。さあそして S3 が2位。さあワイルドホークもグイグイ上がってきたね。2、3戦結構こけてたけどさあゴリゴリ上がって41ポイントで3位フィニッシュ。さあこの50位以内にいる人はね、おめでとうございますって感じだね。ボーダー23ポイント、50位、フリークレンコさん。50位以下の人は敗退だよねここで、うん確かって感じですね。まあでもな、100人いて50人は絶対に落ちるからな。 GG でした、うん、すごいいいもの見せてもらった、ありがとうございます。皆さん見てくれて、それじゃあ皆さん、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。それじゃあまた明日のね FNCS ヒート2多分配信すると思うので、明日もよろしければ見に来てください。同じ時間からあるのでね。最後までいてくれたシンクマ、ありがとう。またな、バイバイ、おっつー。